台北港は台湾北部の二北市八陸にある国際商港で、その位置づけはキールン港の補助港であるが、その面積比ではキールン港よりも大きい。このうちコンテナ不当は台北港、コンテナ不当株式会社が2003年8月28日より、ボット方式での50年契約を政府と調印している。台湾省政府が淡水港と台北港と解消する。 広告八里地区に位置するため、以前は通称八里港と呼ばれていた。計画段階での急所を淡水振興とすることで、淡水急港と区別している。本港は、流潮源が中華民国交通部長であった1993年に計画され、当初案では東部の砂利を北部に輸送するための二つの布団のみであった。 劉長元が副行政員副委員長在任中の1999年に、淡水振興は、総合的な商工へ計画が変更され、台北港に名称を変更した。以前は中華民国交通部キールン校無局の管轄であったが、2012年3月1日より、台湾港、ストム校式キールン港、ストム文港誌管轄となった。港区の平面図台北港は、 淡水が川口の西側にあり、台湾海峡に面し、南の観音山が暴風壁のようにあり、港区の南側には観光地の八千海岸が隣接している。東に34四海里先にキールン港、南に87七海里先に台中港が、西へ134四海里先に復讐港がある。台北港の自由貿易港区は埋め立て工事が完了している。 約93.7ヘクタールが稼働しており、東不当地区の79ヘクタール、北不当地区及び北3から北6バース背後の約14.7ヘクタールが含まれる。台湾海峡両岸からの直行便開放以来、経済貿易や観光による交流が日ごとに密接になり、ビジネス客、旅行者は年々増加、両岸間の輸送工場の要求と必要性が上昇した。 このため交通部の指示により台北港は2013年に台北港平イ航路を開設した。ありがとうございます。